王位継承とは、一般的に王位を王太子など王位継承者に譲る、ことである。定位の場合は、定位継承という。日本における皇位を継承する、皇位継承に相当する。君主制をとっている国では、継承をめぐる紛争を防ぐため、継承法を明確に定めていることが多い。しかし、歴史上は、数々の継承紛争が生じている。中国王朝はその最たるものであり。 非常に多くの事例がある。大位に限らず、皇爵やベグ、スルタンなどの君主号にも、同様の制度や問題が存在する。以下ではそれらも合わせて、大位継承について論じる。東ローマ帝国では、定位継承法が明確に定められておらず、クーデターによる大位散脱さえ合法であった。古代の民主制の名残から、ローマ皇帝くらいの正当性は、市民、軍隊、 元老院の衰退によるとされていた。そのため、クーデターを起こしても、この三者の合意が得られれば合法であった。なお、旧世紀頃になると、市民は、実際の市民ではない、市民という名の儀式用の役人であり、元老院議員は高級官僚で構成されていた。オスマン帝国では一時、争いを防ぐため、反逆心の有無に関わらず、兄弟を皆殺しにする慣習もあった。 多くの国では、世襲によって継承される、世襲王政をとっている。近現代の君主の継承制度は、女系及び女子への継承を認めるか否かという観点から、男系男子継承制、男系女系長子継承制、男子優先長子継承制、絶対的長子継承制に分類される。選挙王政はどちらかといえば少数派の制度であり、 また実質的な世襲王政である場合も多い。ローマ帝国崩壊後、現在のドイツ一帯に勢力を張ったサクソン人は選挙によって君主を選出する文化を持っていた。このため、ローマ王は選挙によって選出された。ただし、選挙権を持つ者は選定校と呼ばれる会の世襲君主に限られていたため、彼らを抱き込むことで、 ローマ王位は事実上接種されることが多かった。戦術のように近現代の君主の継承制度は、女系及び女子への継承を認めるか否かという観点から、男系男子継承制、男系女系長子継承制、男子優先長子継承制、絶対的長子継承制に分類される。継承の順位は一般に、長子相続である。遊牧民族では、着難でなく、 抜子に継承させる抜子相続を取る場合がある。ただし、これは、年上の男子がすでに独立しているために発生する継承形態である。継承権に関しては、配偶関係が一定の意味を持つ場合がある。一夫多再生が取られている場合、一般に、性質の子にのみ継承権があるが、性質に子がいない場合は、側室の子に継承させたり、 側室を性質に格上げして継承させた。性質、側室の区別をつけず、年長の子から順に継承順をつける場合もある。また、オスマン帝国のように、最初に子を産んだ日が性質とされる逆説的な制度も、ある。君主の位の継承権に密接に関係する、広報上の概念として、君主、その継承権者及びその配偶者などで構成される、王皇家。 王公室内使王皇族の概念がある。なお、タイ王国やサウジアラビアにも王室は存在するが、明確な継承順位が定められていない。一般的に継承権の順位は、法律等で定められている。英語のエアアパレントは日本語訳では、法定相続人あるいは法定推定相続人と訳される。この地位は、現在の君主あるいは有者者より、長生きすれば、 その君主くらいまたは借位を継承して、時代の君主あるいは有借者となるものを言う。なお、法廷相続人の子は、君主の継承に関するエアパレントだけでなく、相続一般におけるリーガルエアの訳にも用いられるため区別を要する。君主の法廷推定相続人には専用の称号を設けている場合が多い。具体的な例として、イギリスにおけるウェールズ校、 オランダにおけるオラニエ公、ベルギーにおけるブラバント公、スカンディナビア諸国における王太子、ルクセンブルクにおける大公正子やリヒテンシュタインモナコにおける公正子などがある。また、イギリスの貴族制度では、爵位の法定推定相続人は他の兄弟とは別の儀礼称号で称される権利を持ち、その他の国でも法定推定相続人に一定の称号が付されることがあった。 現在の法定推定相続人の一覧継承法が変更されたときは法定推定相続人の地位が他の人物に移ることがある。例えば1980年にスウェーデンの王位継承法は男子優先長子相続性から長子相続性に変更され、これによってスウェーデン王位の法定推定相続人はカール・フィリップ王子から姉のビクトリア王女に変わった。 継承法上、継承権の喪失や法規などが定められている場合、法定推定相続人はこれらの理由によって継承権を失うこともある。典型的な喪失自由は国王もしくは議会の承認なき婚姻であるが、特定の宗教に対する信仰もしくは不信仰を喪失自由とする国もある。現存する君主制国家では以下のような規定の例がある。 ありがとうございます。